大丈夫です、全然大丈夫です。これから、1週間後かな、月曜からキリマンジャロ行くんで、1回だけ三浦さんに入りに来ました。今は 6000m、 今日は10キロまだ、10キロない気がするけど、もう背負ってひたすら平地を歩く練習。まあどっちかというとペースを見に来たというか、自分の 6000m になった時の状況を確認しただけなんで、しに来ただけなんで、呼吸法でどのぐらい上がるかと、どのぐらい自分が疲れるか見に来ました。キリマンジャロは、ポーターさんがいらっしゃるんで、ずっと持ってくれるってことなんで、なんだっけ、マッキニーみたいに 2,30 キロ持つ必要はないということで、荷物の重さは関係ないです。これで一応セブンサミットになります。キリマンジャロ終われば、あとカルステンズか、オセニアニアに、セブンサミットをオセアニアとするならば、カルステンズが残ってて、来月10月の半ばにカルステンズ最後行きます。で、あと行くとしたら南極を行ったんで、北極か、北極点で、そうだな、北極点ぐらいかな、行くとしたらグランドスラム、モンブラント、ナインサミット2ポール、そうしたら南極点ももう一回なんですけど、南極点はちょっとあれなんで、北極点ぐらいですかね、あと行くとしたら。でモンブランか、そんな感じです。今回もキリマンジャロ1回でしっかり楽しみながら、一発で決めさせていただきたいと思います。天気なども含め運に恵まれるように祈っていきたいと思います。はい、64上げようと思えばすぐ上がります。 6000m かな。